こんにちは、ブルーホースです。本日もやってまいりましょう。ディトロイトでございますね、パート30になるのかな。帰ってきました。カールの自宅です。息子を殺してから何日経ったんだろう。これだけの暴動、そしてデモ、そして戦いを引き起こしたマーカスが帰ってきて、今カールは一体どんな言葉をかけるのか。そしてセキュリティがマーカスを認識してくれるという非常に嬉しい話だね。どこにいるんだろうね。上かな、自室にいるとかかな。でもやっぱりまずは、まあ、廊下からかな。あ、自分の姿が見える。再生する。 You have to よー、親父、明日退院することになったんだ。意識がない間ずっとついてくれてたんだってな。なんていうか、あの時のことは本当に悪かった。薬はもうやめるよ。あれをやると我を忘れちまうんだ。親父がもし迷惑じゃなければ明日会いに行くよ。その息子であることを誇りに思ってる。え？ってことは何？突き倒して死んだと思ってたけど実は生きてたっていうオチなのか？っていうことだよね。こっち行けない。行けたね。カール？カール？あ、アトリエにいるね、カールね。じゃあアトリエに行きましょうか。ニュースは特にやってないし、なんか見れる、あ、なんかある。あ、チェスか、観察する。懐かしいな、私がこれでカールをボコボコにしたんや。っていう、そういう節操もないことはいいとして、このくらいか。じゃあ、アトリエに行って、カールに最後の挨拶をしてこよう。か、あれ？カール？カール？お、いないじゃん。あれ？これは私とカールでございますね。お、なんかまだある。あれ？か、じゃあやっぱカール自室で休んでらっしゃるのかね？とか、やめてよ。まさか倒れてるとかないよね。ズインジの目やな、あれな。って言って分かる人いんのかな。キリン、キリン、走って行け。キリン、キリン、どこまでも。ドクロが二つこっちを見てる。怖い、怖い、どこまでも。もうちょっと一個一個観察してる時間はないね。決戦を前にしてるからね。あれ、こんなに絵飾ってたっけか、この家。あの左のはわかるけど、正面こんなのあったっけ？てか、こんなカーペットあったっけか？ちょっとあまり覚えてない。Who are you? How did you get in? どうやって入った？ I need to see Carl. Carl isn't seeing anyone. You need to leave. 新しいアンドロイド雇ったやな。会えない。近づいていく。変異させよう。チュイー。Please. 頼む。I need to see you. どうしても会いたいんだ。He's very weak. I'm not sure he'll be able to talk to him. 話が、あら、あれからだいぶ急変しちゃったのね。まあ、もう一つの運命をたどるときには、カール、心臓発作で死ぬっていうね、あの運命をたどることもあるから、まあ、やっぱり追い先はちょっと大変だったのかもしれないね。うわ、ずいぶん変わったね、なんか。うん、死んでるのについてるの。カール。マーカス。マーカス。I was hoping you'd come. I miss you so much. ずっとあなたに会いたくて。You don't know how much I miss you. どんなに会いたかったか。What's wrong? どうした、マーカス。厳しい現実。I don't know what. どうすればいいか。わからないんです。All I have left are bad. このままだと何をしても。No matter what I decide, this. もう流血を避けることはできない。World's ruled by fear, Marcus. Fear of others. Fear the future. It's like me too old. It's time for a damn.
長くは持たんだろう。そんな真実認めたくない。こういう時助言が欲しいです。どうしたらいいんです。Carl, they're killing 仲間が殺されているんですよ。I don't want でも僕は殺されているんですよ。でもそれじゃあ What choice do they give? 他に一体どうしろと。Being alive is making choices between love and hate, between holding out your hand and closing it as a fist. I don't have any easy answers, Marcus. You have to accept the world as it is, or fight to change it.You're my son. お前は私の息子だ。Our blood isn't the same color. 血の色が違ったとしても、But I know お前は私の意志を受け継いでいる。When the world たとえ世界が闇に包まれたとしても、闇から救い出す者たちが現れる。お前もその一人だ。Face the abyss. 闇に立ち向かえ。だが、決して飲み込まれてはならん。いい子だ。その言葉を胸にマーカスは一体何を思うかだな。さて、場面が切り替わって、またコナー、あれコナー？あらコナー？The previous Connor failed its mission. 前任者は任務に失敗しました。You're going to replace あなたが引き継ぎなさい。You know what you have to do. 何をするか分かっています。Destroy the leader of the deviants. 変異体の指導者を破壊します。Go, Connor. 行きなさい。Don't disappoint me. 期待していますよ。それだけ。あれ？なんか知らない。これ初めて見る。どこここ？ハンクやん。バリバリに敵対してるハンクじゃないですか。どうしたらいいかちょっと。開くんかい。おい、ハンク死んでない？大丈夫？ロシアンルーレット趣味のハンク死んでない？ああ、いた。なんか飲んでるね。スモー。あれ？開いたスモー。あ、またバスケやってる。NCA やな。無観客 NCA や。あれ？まだコロナがひどい世界観、世界線なのか？これは。でも2018年にコロナやってないもんね。ナイスシュー2点。さあこの映像がずっとハイライトで繰り返されます。さてそんなことよりも、いやここはねちょっとね和解したいと思う。 I needed to see you, あなたにお会いしたかったんです。In spite of all of our differences, 考え方の違いはありましたが、 I'm glad I had the chance to meet you. 本当によかった。I know I'm responsible for what happened. I want you to know I'm sorry. You should stop looking at that photo, Lieutenant. Nothing can change the past. But you can learn to live again. For yourself. And for Cole.While there, お前と一緒にいればまた信念を取り戻せるかもって思ってた。You just showed me Androids, アンドロイドも人間が作った偶像に過ぎないんだよな。Selfish, ruthless, 身勝手で残酷な話だ。You opened my eyes, 目が覚めたよコナ。なんか嫌な気がする。もう希望なんてないんだな。説得するよ。ハンク、僕は。Leave me alone. さあ、もう帰れ。Go on, complete your mission. 任務でも達成してこい。それしか興味ないんだろう。うわ、なんかすごい嫌な予感がする。Get out of here! さっさと失せろ。もうちょっと嫌な、本当に嫌な予感しかしないよ。デトロイトポリス。そんなパーカーがあるんだ。やっぱり
りな。残された相撲はどうするんだよ。え？うわー、なんかもう予想したけどそうなったんだよな。心持たねえわマジで。マーカスと同じ、今うなだれてます。なるほどな、こういうルートもたどるのか。これアンドロイドでも耐えられないかもしれないぞ。これ俺の心がタミネタだけかもしれない、耐えられるの。その爆弾を使うかどうかっていうところだな。これどうすんの、ポロって落として間違っていって地面でピーってなるとかそういうのはならない。さてさて、そんなことを思っていても仕方がないので、まずはジョッシュを口説き落とす。ジェリーじゃん、ジェリーいっぱいいるね。よう、元気か。どんな声で喋ってたか覚えてないな。どうだったっけ。If it weren't for you, I'd be dead. お前は俺を救った。Thanks to you, I might see people free one day. You and I haven't always been the same. 意見が合わないと決まったけれど、 We're fighting for the same thing. 目標はきっと同じだろう。 Whatever you decide, 俺はお前に、 I'm with you, Marcus. ついに行くつもりだ。ジョッシュが一人で勝手に喋って勝手に評価上げてくれたね。ありがとう。俺は何も言わないけどな。すげえ嫌なやつ。さてさて、続きまして、え、頭は旅行中ですね。続いてノースと喋ると多分パーツ聞いちゃうと思う。ノースもちょっとあれだね、泥酔してるみたいなんで先にカーラに喋っておこう。国境行けそう。I thought you'd be safe staying with us. 俺たちといれば安全だと思ってた。I was wrong. 間違ってたよ。You need to leave the city. 街を出るんだ。まだ間に合う。Getting us away from here is all that matters. ここから連れ出せればそれでいい。突き放したくせにね。突き放したのは俺なんだけど、俺なんだけど、なんかもう選択肢矛盾だらけだよね。結局人生ってこういうことなんだろうな。右に行ったり左に行ったり、あっち行ったりこっち行ったりって、あの時はこう言ってたけど、あのちょっと時間が経てばこっちに行ってみたいなさ、もう。自分に一貫性のない人間だっていうことが一番よく分かったよ。これ影響力の武器でいう一貫性のないっていうのが、だから自分に自信が持ってないんだろうな。人間自分に一貫性があったらね、自信って持ってね生きていけますから。ところでそろそろ恋人になってくれないか。パフパフが欲しいんだ。気づく。 What's your system status? システムの状態は I'm okay. 平気。 Bullet didn't hit anybody. 弾は部品に当たらなかった。You could have been killed trying to save me, Marcus. You have to think of our people first. Nothing else matters. これなんか勝手に評価かかる。じゃあ、デトロイトだけでも5カ所収容所を設置してる。国上に建設してるみたいね。They're preparing for genocide. 虐殺するつもりなのよ。They say they don't want to take any risks. So they're rounding people up and putting them into the camps for extermination. In a few hours, we're going to be able to do that. In a few hours, it'll all be over. We'll have changed the world, and we'll all have destroyed us. You have to make a choice, Marcus.他人任せかよ。どんだけ辛い思いをしてカールのところに会いに行ったか、皆さんご存知ですかね。ついてきてくれるのはありがたいけど、どこに行こうとね。あのスも評価上がったり、でも仲間なんだよな、まだね。まだジェリコのリーダーっていう立場でしかないっていうところなんだよね。さて、仲間に決断を伝える時が来た。だがその前にできることはない。てか、ここどこ？さあ、階段を1、2、3離す。 Humans have decided 人間は我々アンドロイドを to exterminate us. 絶滅させる気だ。
Our people are packed in camps right now. 収容所に入れられ破壊されている。Time has come to make a choice. 決断の時が来た。One that very well may determine the future of our people. 決断。革命だ。Now, if they want war, 人間が戦争を望むなら、they'll get it. 受けてやるさ。We are going to fight 自由のために for our freedom, 戦いのために。 We will succeed or die. 勝ったとしても死んだとしても。Are you ready to follow me? みんな覚悟はできているか。上の方ではなんかただ傍観してるだけのアンドロイドだけどね、彼らやる気あるのかな。マーカスと言って本パート終了というところですね。はい。でマーカスが仲間のために戦うことを決めたというところですね。あ、ここはもうハンクが命を絶つっていう結末しかないんだ。そういうことか。ハンクがアンドロイドを罵る。なるほどな。だからハンクが警察を辞職していなかったとしたら、ハンクの家に訪れるというワンシーンはなかったっていうことですね。直接的にその描写がなかった。あれ？あれれ？ここは一体なんだ？全くわかんないぞ。ハンク売り？こんなんあったっけ？全然覚えてないや。まあ、ハンクは敵対したままちょっと行っちゃいましたんでね。カールが失意で死亡した場合は、そうで。カール、あ、全然調べてなかったな。まだ他にも調べられるところがあったんだね。レオのメッセージ、そう。だからレオ生きてたんだよね。うん。どうでもよかったけど。カールに告白する、そうだね。ジェリコで交わる運命で襲撃を受けた。あ、受けないで行くパターンもあるんだ。はぁはぁ。どんなパターンなんだろうな。うん。ということで、いよいよ次回がラストパートに進んでいくというところですので、また次回もお会いいたしましょう。バイバイ。